皆さんこんにちは、なるほど店です。今日も一流の常識記録ですね、遊んでいきます。喉が、すいません、喉が調子が悪いですね。さあ、シリーズ4のステージ21からですかね。確か、そうですね、から30ステージまで遊んでいきます。パン、なんでしょう、クエスチョン171、パンはどれと。こちら間違わないんですよね、そうですね、C ですね。トーストですか。A なんですかね、餅。 B はなんかワンちゃんっぽいような。 D に至ってよくわかんない。目玉焼きですかね。ピンパーンと。 A は焼きマシュマロ、 B は犬のお尻、お尻のあたり、 D はチーズタルトだったんですか。さあではクエスチョン172、ビュッフェでやってはいけないことはどれと。直接掴むとかですかね。同席者の料理は取らず自分の料理だけ取る。使ったお皿を、重ねて端に寄せる。お皿を何度も取り替える。他の人も料理を食べられるように少量ずつ取ると。あまり重ねるのは良くないって聞きますけど、 B でいきますか。ピンポーンと。お皿を重ねるのは実はマナー違反ですの。あ、お皿を重ねてしまうと皿に傷がついてしまうことがありますと。片手では持てない重さになったり、お皿の底が汚れてしまったりと、下げるのが大変になってしまうと。あ、油とかがそうみたいですよね、ついちゃうと。さあではクエスチョン173、鼻をすするのがマナー違反とされている国はあると。あるかないか、まああるんでしょうね。鼻するってすすってすするって感じですか。ピンポーン。ヨーロッパ方面では風邪をひいた時などに鼻をすすってしまうとかなり不愉快な印象を与えてしまいますと。もしそのような事態が起きた場合は鼻をすすらずハンカチで拭うようにしましょうと。ああ、そうなんですね。まあでも普通になんかあまり良い印象を与えないと思いますけどね、ズズってしてたら。まあ素敵とか言ってくださるのは進みますけど。さあクエスチョン174、犬が感じることができないと言われてるわと。色でしたっけ、特定の色。耳はまあいいでしょうし、目は、鼻はいいでしょう。確か目のあたりですよね。あ、味もなんかそういえばありましたね。何でしたっけ、甘みでしたっけ。ブブーっと。ってことは旨みですか。なんかいい方の味だった気がするんですけど。ピンポーンと。あ、旨みですか。犬の味覚細胞は人間の6分の1しかなく、食べ物の旨みをほとんど感じることができないと言われてますと。寂しい。さあ、クエスチョン175。正しい弾きの法則はどれと。何ですか、お弾きですか、弾きって。あー、速さ、時間、距離ですか。の公式ですね。距離が速さかける時間だから、距離が一番上で、下が歯と木ですか。なんか D ですか。ピンポーンと。さあ、そういえば習いましたね。あんまりこれ書かないですけど、この法則。正しい式はこちらです。僕は木の下にハゲたじいさんと教わりましたぞ。覚え方。さあではクエスチョン176、警察署ですか。警察署、 Y が消防署、やっぱり記号ですよね、地図記号。 A は病院、 B は市役所、 C が警察署、 D が東大でしたっけ。さあ C でピンポーンと。地図記号、すべて地図記号ということで、警察署は丸にバッテンですね。私もクイズ動画ではクエスチョン177、 SPI テストの SPI を正確に書いてあるのどれと。あ、私 SPI テスト受けたことないですね。勉強したこともないですね。なんですかね、シンザティックっていうんですか、シンテッティック、パーソナリティ、インベントリー。最後はインベントリーなんですね。ああ、シンが最初のあれが違うんですけど、ABC で、パーソナリティでしょうから、A か C。インベントリー。A と C、何が違うんですかね。ああ、ビティのあそこの部分が違うんですね。
じゃあ A ですかね。ピンポーンと、お、当たりましたね。総合的な個性評価っていう意味なんですね。皆さん受けたことありますか？何点だったんですかね。さあ、クエスチョン178。ゴルフをするときにやっていいことはと。ボールを打つクラブを自分の番になってからじっくり選ぶ。ボールのところに移動するとき歩いた方が早いのでカートに乗らずに行く。グリーン上で飛んだり跳ねたりする。ボールを打つためにクラブを構えた人に向けて応援すると。まあ B でしょうね。歩いてる方いらっしゃいますよね。ピンポーンと。この恋はプレイファーストという他の人を待たせないプレイングにつながるため問題ありませんと。その他の行動はすべてマナー違反なんですね。さあ、ではクエスチョン179。実際に存在する動物はどれと。海の神、空の神、山の神、神頼み。いや、でも神頼みももしかしたらいらっしゃるかもしれないですね。わからない。空の神、海の神、山の神。海か山っぽいですけどね。山で行きますか。ピンポーンと、お、調子がいいですね、今日は。カジカという魚の一種に、魚なのに山の神なんですね。そういう魚いらっしゃると、ちょっと後で調べてみますね。さあ、調べてきたら、なんかあれですね、ハゼっぽい子でしたね。ハゼをもうちょっと、なんか大きくかっこよく、大胆。